ポール・ジュリアス・ロイター初代、ロイター男爵。ポール・ロイターは、イギリスの起業家、ドイツの男爵。報道通信業の先駆者、通信社のロイター社を起こした人物。1816年7月21日に、ドイツのカッセルに、ラビの息子として、イスラエルビア・ヨザファットという名前で生まれる。ゲッティンゲンでケーブルを使う、電気信号の送信の実験をしていた。 カール・フリードリ・ヒガウスと出会う。1845年10月29日ロンドンに引っ越す。その時名前をヨゼフ・ジョセファットとする。翌月11月16日、ポール・ジュリアス・ロイターの洗礼名でキリスト教に改修する。同年にイダマリア・エリザベス・クレメンタイン・マグヌスと結婚する。1848年ドイツから出国してパリにたどり着きシャルル・ルヤバスが創業した。 アバス通信社で働く。同じ頃、同じドイツ生まれの医者の息子もアバスで働いていたが、これが後に、ボルフ連邦局を創業したベルンハルト・ボルフである。伝書バトを使って、ブルッセル・アーヘン間の情報のやり取りを行う、事業をアーヘンで始める。ブルッセルは、フランス・ベルギー電信線の支店であり、アーヘンは、プロイセン王国電信線の終点であった。 列車を使うよりも早い電書バトのおかげで、アーヘンではパリ株式市場の情報をいち早く知ることができた。1850年にドイツオーストリア電信連合が成立した。1851年ロイターは電書バトから電報を使った通信に変える。1851年にロンドンに戻ってロンドン株式市場に事務所を置く。 1866年にボンベイ事務所を開設し、イギリスドイツ間に海底ケーブルを施設し、これはドイツで陸上電信線に接続した。1870年、市場分割協定をアバス通信社、ボルフデン局と調印。世界を3分割する。1871年にザクセンコーブルクゴータ公国貴族としてロイター男爵に上された。 1872年にマージャールアサのナーセロッティーンシャーからポール・ジュリアス・ロイターにロイター利権が供与された。ロイター利権とはカスピ海からペルシア湾に至る鉄道の不設権である。この利権には路面電車の設置、石炭、鉄、石油などの地下資源の採掘、銀行設立などあらゆる事項が盛り込まれた。これにはロシアが反対した上、イランの聖職者、 知識人商人商も抵抗した1885年にペルシア帝国銀行が設立され、4年後にガージャール、朝は同行へ、通貨発行権だけでなく、地下資源の採掘、利用権まで付与した。1899年2月25日にフランスのニースで死去した。借位は長男ハーバートが継承した。1871年に、 以下の尺を新規に述べされた。1891年に英国女王ビクトリアによって、ロイター及びその男系子孫が、ロイター男尺の称号を保持することを許された。ありがとうございます。